はい、短期決戦です。11月24日7時14分です。ビットコインは91,324円です。イーサリアムは46,791です。ビットコインキャッシュは172,530です。24時間取引量合計は9,039です。資産は9円です。下がんないもんですね。イーサリアムすごい。イーサリアムクラシック、ああクラシックも同調してる。ライトコイン、あ、ライトコインまで上がってる。ビットコインキャッシュ、ビットコインキャッシュもすごいんだよな。モナコイン、うん、モナコイン高止まってんね。リスクは 856.56、 リップルは 27.716、 G キャッシュは 35,578、 ネムは 22.694、 リスクが下がったね。イーサリアムすごいね。ビットコインキャッシュ、財布は 0.4599、 お、モナ高いじゃん。モナ393、ペペ 2.901、開花コイン 13.8021、 あ、 XCP、 XCP が 1758、 全は 0.0001、 5400万残り。財布ビットコインは50。買いかビットコインは1887。買いかビットコインだ。ステラは516。お、すごい。BCN が22まで上がってる。ドグは24。SC67。あ。バイトコインまで上がってきてる。 DGB118、 FLDC は FLDC141、 あー、バイトコインが上がったね。22だってバイトコイン。これも16だったんだね。
コム差は変わらずかな。コム差変わらず。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。